沙織は日本のピアニスト、作詞家、作曲家、小説家。本名は池田綾織で、旧姓と旧姓は藤崎綾織。小説家として活動する際は旧姓名義を使用する。世界の終わりのピアノを担当。大阪府水田市生まれ、東京都大田区育ち。ABO 式血液型は A 型。身長は157センチメートル。 専属学園音楽大学ピアノ科卒業。既婚。作詞、作曲ともに手掛ける。サウンドレコーディングの際はディレクターを務め進行を、指揮し、ライブでは総合演出を務める。5歳の時にクラシックピアノをはじめ、大田区立東、調布第三小学校、大田区立大森第七中学校を経て、東京都立芸術高等学校音楽科。 専属学園音楽大学ピアノ科を卒業。音楽科の教員免許も取得しており、ピアノ講師としても4年間のバイト経験がある。深瀬と中人は小学校、中学校の先輩である。深瀬とは幼稚園も同じ。また、中学校時代の同級生には、プロボクサーの田口良一がいる。メンバーの中では唯一ブログを書いていたが、2015年7月14日。 以降更新されていない。2017年1月12日、俳優の池田大との結婚を発表。同年8月18日第一子妊娠を公式ウェブサイトで発表し、年末に第一子が誕生したことを発表。2017年10月、初の小説、双子を観光。同作で、第158回直樹35賞候補に上がったが、受賞は逃した。 その後、2018年6月17日に、双子は TBS ラジオでラジオドラマ化された。2018年12月15日、文芸春秋からエッセイ、読書感想文を刊行。2021年8月3日、水林社からエッセイ、ネジネジ録を刊行。ピエロのレコーディングで使用された。スノーマジックファンタジーのレコーディングで使用された。 ドラゴンナイトのレコーディングで使用されたアコーディオン、ムーンライトステーションのレコーディングで使用された対象ごとありがとうございます。